北朝鮮による拉致被害者家族連絡会は北朝鮮による日本人拉致問題の被害者である家族と親族らによって結成された団体通称は家族会日本人拉致問題の早期解決拉致被害者の全員帰国を求めて各地での署名運動や講演日米政治会の働きかけ等を行っている2014年1月30日 中日アメリカ合衆国大使キャロライン・ケネディ、北朝鮮政策担当特別代表グリーン・デイビーズと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の代表、飯塚茂夫、前代表、横田茂、先へ夫妻、ケネディやデイビーズもブルーリボンバッジを着用している。家族会は拉致問題の解決、被害者の帰国を目的としている。これを実現する手段として日本や国際社会が 北朝鮮ヘドのような方策を取るべきかは、家族会だけでなく、政府や国民にも多くの意見があり一様ではない。しかし目的を達成するためには、会として実現可能性を検討し姿勢を定め、政府や世論への働きかけを行っていかねばならない。つまり、家族会は、拉致被害関係者の協議会であると同時に、ロビー活動や周知を模索する、社会運動でもある。このため、 家族会は、活動に伴って、日朝関係や国際情勢、意見集約の困難さ、また政府や国民との温度差など、複雑な利害関係の中にある、2004年5月22日、首相の小泉純一郎が2度目の包丁で、朝鮮民主主義人民共和国国防委員長の金、小日と会談を行い、日本政府として25万トンの食料支援と11億円の、 医療援助を約束した。しかし、拉致被害者の救出については、先に、日本に帰国していた拉致被害者の子供を取り戻した、ものの、安否不明者に対する取り組みは、先送りされた。これに対し家族会は、最悪の結果だとして、面会に来た小泉に不満を訴えつつも、拉致被害者の子供を連れ帰ったことについては、ねらいの言葉をかけた。記者会見もこうした、割り切れなさ、不満、 不安を訴えるものであったため、その報道は、与党支持者などの悪感情を招くこととなった。小泉総理に感謝していない、小泉総理に対する暴言があった等の批判メールや、抗議電話が家族会へ殺到し、また匿名掲示板2チャンネルでは、首相を批判する、家族会は非国民などの批判が大量に書き込まれた。2009年、森達也は、家族会の活動方針が、 それを支援する救う会、及び救う会の母体である現代コリア研究所の運動方針に影響されているのではないかと指摘した。また2012年、かつて家族会の事務局長、副代表を務めたハスイケ、はすいけトールは、家族会が互助会から圧力団体、政治団体へと変化し、意見の多様性を失ったと主張した。はすいけトールさん、森達也さん、 拉致解決への道を探る硬直状態を何とか打破したいマガ級対岸大マガジン球場を救う。会、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会 AB、家族会に批判メール。首相にねぎらいない。47ニュース、共同通信。 http://www.47news.jp:/cn/200405/cn2004052501003818.html2011 年5月19日閲覧。ab、首相批判の家族会に、メール500件4分の3が批判の声。朝日 .com。 h t t p w w w a s a h i c o m スペシャルスラッシュ abductes e スラッシュ tky200405250226 html2010 年3月12日閲覧桜井よし子外交目的は国交正常化でなく国民の奪還であるはず家族会への避難は本末転倒桜井よし子ブログ 2010年3月13日閲覧。拉致被害者家族会バッシング相次ぐ。スポニチアネックス。オリジナルの2004年6月4日。時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20040604020316/http:/www.sponichi.co.jp/society/kiji/2004/05/28/03/html。 ラッチ解決への道を探るマガキュー大団マガジン球場、ハスイケトールツイッター、ありがとうございます。